ご近所さんの気楽なステージ。コーヒータイムの坂本です。はい、職員の斉藤です。はい、今日は新座市にあるフラットに来てます。今いるのは、おい新くん、ちょっとおいで名前言って名前言って名前わかんねえ自分の名前わかんないのねえ、しょうがないやつ。新田くんと大畑佳代と学ぶくん。学ぶくんって何学ぶなの？渡辺学ぶくん。そっか。佳代は何やってんの今？頭巾入れてんの？あ、何入れてんの？私は大畑佳代ですって。4777なん、電話番号入れてんの？佳代、早く出しなよ音。入ってる？はい、OK。 かよ、音出して。全然わかんないんだよね。はい、かよ、音出して。かよ、まだ入れてる。はい、かよ、音出してよ。音出さなくちゃ録音できないよ。早く出して。数字を出してますね。数字打ってんの？はい。かよちゃん、こっちが文字だね。はい、打ってるな。大畑かよですって言って。頑張って。探してる。ちゃんと打ってる？打った時に音声も出れへんだよね。ああ、お、歯まで打った。歯は？あ、歯じゃねえか。お、歯、歯でいいんだよね。あなたは何やってんの、ここで。フラットは、うん、フラットでフラフラしてんの？そう、だから。
これ数字数字打ってんの？何の数字打ってんのかよ。打って分けして打って分けしてやってますね。打って分け。はい。まあいいや。途中で。バイトの何さんでしたか？はい、アルバイトの佐々木です。佐々木さん、はい、もう長いんですか？フラット、そうですね、ここに関わるようになってからは、うん、娘がフラットに来てからですから。ああ、じゃあ前の向こうのアパートの時から行く？はい、アパートの時から大畑さんの前進生はさせていただいております。あ、なるほど。文章呼び出し、文章呼び出し、同じ字打ってんでしょう。何言ってんのかよ。これこっち文字盤、数字言ってる、文字盤の方がいい、ひらがなのところ、こっちがいい。これ音が出るからこっちがいい。手を添える、添える、添える、私が手を添える、大丈夫、添える、はい、何の数字？七。七好きなの？かよ。と？これは消したのね。お？うん。タオル。は？タ。今度かえ。よ。はい、音出して。よ、よ、よ。はい。はい、音は。はい、音出して。おう、鼻かよ。おう、打ててるじゃん。ね。なかなか、おう、鼻かよ。手の、手も不自由だしね。そうですね、手の動きで、なかなか読み取れないこともあるので。なるほど。ね、難しい、うん、大畑佳代は何歳ですか？数字打って。68? そんなわけないじゃん。かよ、打たないと68になっちゃうぞ。
おい、あなた。あなた。何やってんの。何歳何やってんの、あなた君は今。ただここへたまに来てるだけ。そう、ボーです。550歳なわけない。55 54 53、分かった。52 51。53 53。私と8つしか買わないの。年バレちゃう。いくつだって。53 51です。1か、はい。じゃあ前会った時はすごく若かったんだね。51か。今度は何言ってんの。かよ、俺名前わかる。忘れちゃった。佐藤さん、うん、忘れちゃったかよ、うん、名前書いて。坂本さんの名前を書いて、うん、じゃあ、はい。嫌がって前の職員さんで、うん、ああ前のパートさんで、うん、あの両手で、うん、両手を添えて、うん、両手で一生懸命こう打ってたんですね、うん、それがすごく上手だったんですよ、だから私もその人の見習ってやってみようかなと思うんですけど、うん、こううまく例えばあ行とか作業とか作業とかっていうふうに声をかけて、で、あ行だったら一番上のあを押すとかっていうのをやってて、それがすごく上手だったのね。だからね、ミキティね、うん、帰ってきた。上手だったよね。ああ、こんにちは。おかえり。こんにちは。こんにちは。あ？おかえりなさい。オリンピック何しに行ったの？帰る。やめて。いろんなの。買い物に行ったの？そうなんだ。オリンピック行ってきたよ。うん。これから卵取り行くの？どうしようかな。卵行くの。行ってらっしゃい。
はいはい、じゃあみんな出かけちゃったからこの辺でいいですかね。はい、ね、はい、いいですか。うん、はい、一応坂本ですけれども、フラットというのは地域活動支援センターで、一応作業はほとんどしてなくて、今日録音した中でも新座市の鈴木農園というところで、卵を取りに行って、その卵を売るんですよ。で、今までそのフラットを支えてきた人たちが産みたての卵を買うというようなとこで、どのくらいの広さでした、あれ。十何畳ありますよね。そうですね、結構広めです、はい、で窓もたくさんあって、ね、開放的な感じで何もない机が一個あったっけ、はい、真ん中に、ね、はい、それだけで結局集まる場なんで、うん、何をするってわけでもないんですけど、うんうん、本当はもうちょっと地域の中でっていうのは欲しいんだと思うんですけどね、いろんな人が来て、うんうん、だからそういう意味で言うとオリーブは結構便利なところにあるんで、地域活動、同じ地域活動支援センターですけれど、みんなが立ち寄りやすい、うんうんうん、あそこはちょっと奥引っ込んでるしね。そうですね立ち寄るのがちょっと大変ですよね。場所的に。そうですね、はい、もうちょっとお金があれば看板でも出してね、うん、誘導すりゃいいんでしょうけど、うん、看板立てるお金さえもないから、うん、まあ、ほとんど看板なんか出てないしね、うんうん、だからまあそこはそこでそれなりに、まあ録音の中にも出てた大畑佳代という人が、まあ僕は高校生から知ってるんですけど、うん、彼女は、うん、ただ何も喋れないんで、ああやってトーキングエイドって言ったかな、あれのことね、うんうん、文字を打って大畑佳代って言ってましたけど、うん、ああやって打った文字を音声にしてくれて相手と会話をする、うん、それがなかなか手も結構不自由だし、うん、指もね、うん、だから打つのに時間がかかるんですけど、うん、でも一応会話はできるようになってんですけど、ただ難しい言葉は言ってもよくわからないというのがあって、うんうん、私は大畑佳代ですぐらい打つのがせいぜい、うん、それでパシッとやるとああやって録音の中にもあったように大畑佳代って言ってくれるんで、うん、とにかく意思は出せるんですよ、うんね、だからそれだけでも結構いいじゃないですか、意思が出せるっていうのは、うんうん、だから例えば坂本のこと好き
嫌いって言うといいえっていいえいや、そういうとこはね、うん、結構分かってるんで、好きとかねそういうふうに打ってくれるんですよ、はい、空気読んでそう、空気読んで、ね、一応喋れないしっていうのもあって、うん、もうちょっとああいうのを横学校にいる時から学校が教えてればね、うん、もうちょっと使いこなせると思うんだけど、うんうん、卒業してからあれを彼女に持ってもらったんで、うん、だからああやってボランティアだとか職員の人が教えるだけですから、うん、プロが教えるわけじゃないから、うんうんうん、どうしても遅い、うん、覚えるのはね、うん、あれは見ましたでしょ、はい、あゆえおってな並んでるでしょ、はい、かきくけこさしすせそってね、うんうん、だからパソコンみたいな配列じゃないんで、うん、まあ、ある意味で覚えやすいって言えば覚えやすいんですけど、そうですね、うん、ただ指がその字のところにちゃんといかない、うん、なんとなく押すのも力ちょっと力入りそうな感じのやつでしたね、うん、あれもうちょっと軽いタッチの方が使いいいと思うんですけどね、うん、でもとりあえずああいうのがあるんで、うん、石彼女の大畑佳代の意思は他の人に伝えることができる、うん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 、はい、家だけでもお昼何にしますって言って、うん、ラーメン、お弁当、うん、どんなお弁当って言っていろいろ言って、うん、それとかね、うんっていう意思が出せるだけでもいいわけですよ、うんうん、だからあの多分ねこれは想像だけなんですけど、はい、彼女は和光用語を出てんですよ、うんうん、だから学校で基本的に教えてくれない、うん、意思の出し方を、うん、例えば自分の好きなところに来たら首縦に振るんだよとか、うんうん、いらない時は横に振るんだよとか、うん、そういうのさえ教えない、うーん、だからああやって卒業してからああいう機械を買ってもらって、うん、石を出すしかない、うーん、本当は養護学校でちっちゃい時から教えてれば、うん、もうちょっとね彼女も自分の意思が出せたはずなんですけど、あのこれはすごい失礼な言い方なんですけど、うん、養護学校ってのはもうこの人はダメだと、その前提なんですよ、うん、だからそういうこと一切教えない、うん、だからあのまあここでもたまにこの番組にも出る木村で木村俊彦さん、うん、市会議員やってた彼も養護学校でさっきの大畑佳代の担任もしてたわけですよ、あ、そうなんですか、クラス担任っていうことはどういうことかというと、うん、普段は一切教えてないそういうこと、うん、ね、スクールバスで学校に10時ごろ着いて、うん、養護学校ってどういう生活するかっていうと10時ごろ学校へ着いて、うんうん、1クラス5人ぐらいなんですよ、うん、生徒が、うん、そこに先生が4人から5、6人
いて、うんうん、担任の先生がね、それでまずねリラクゼーションするんですよ、うん、っていうことは、例えば新座から和光までスクールバスで、うん、通うんですけど、うん、その時に動けないように、うん、まあ今で言うとセーフティーバンドやりますけど、それは衝突の時にっていう意味でやるんですけど、養護学校のバスは要は椅子から滑り落ちないようにするためにやるわけだから、うん、結構きつくやるんですよ。ちょっと拘束されているみたいなストレスが、まあ一応そういうふうに養護学校というのがそういうところだということで、うん、まあラジオを聴きの皆さんも知ってほしいなというのが一点あります、はい、だから人間というのは教えるからできるんであって、教えないやつはできないのは普通ですよ、うんうんうん、っていうことだけ。またそれについてはちょっといろいろこれからもこの番組で話していこうと思うので、よろしく視聴の皆さんもお願いします。っていうことでまた来週ですね。ありがとうございました、はい。The sunshine, I pray for the rain. You pray for the sunshine, I pray for the rain. Flood me again. You pray for the sunshine. I hope it